たったかたった今春元気ニコニコ散歩どこ行くのおはよう春ぞパンパンパン鼻息プシュプシュごきげんよう僕の家族は2頭父と母もいます。おじいちゃんおばあちゃんピージーピバうれしいな。今春今春遊びましょう。あかんべ大好き。友達大好き。いつでも友達。元気元気今春遊びましょう。おじいちゃんのペットは鶏のブレザー。PG のペットはネズミの真後ろ、キリンのサブモコ。ビバのお馬さんはキャメロット。テントウムシのウィン。家族がいっぱい。元気元気今春遊びましょう。元気元気今春遊びましょう。ブラックマーガレット読書を荒らす。2024年5月18日土曜日、気温 43.6 度、湿度 79%、 天気晴れ。今日は読書までチャーキーを送ってゆくに、それはマーガレットおばさん。あ、そういえば、チャーキーが練習して、今のに逃げ出す限り、私も行けないわ。ん？今逃げ出す。限り、私も行けないって言った？今言ったべ、バニャ。今のうちにマーガレットおばさんに噛みついたらどうだ？ベニャー！ぐわー！おい、チャーキー、早く読書が始まるぞ。それでは、5月18日の午後の部の読書を始めます。むしゃくしゃマーガレットアタック。わおわおわお、ガーン。ジンギスギスカンから取れた焼肉美味しい。うん、わしの肉はどうだ、美味しいか。あ、犬たちがどうなってもいいのかね。やつはジンギスギスカン、妖怪不祥じゃんけん。みんなが沈黙しちゃったりギスギスしちゃうことってあるよね、を引き起こすのでいっす。マーガレット、どうした。おい、目を覚めろ。そうだよマガネットおばさん、しっかりして。ほら、しっかり動かないで。ジョンが困ってるんじゃないか。私の出番だな、ゴンハル。コンハルハルゾアタッグ。まったりビームのおじゃる。さすがはスエンボー。私は不思議族で人の記憶を忘れさせる妖怪。あれ、私何してたの。あ、パーカーさん、本当に申し訳ありませんでした。ごめんね、スティーブ、ペツイ。本当にやっていいことと悪いことがあるなり。それは自己責任ですと、牧場主様はそう思ってますよ。夜まで頼むよ、自分でやって。ひどいマーガレットおばさん。うなぎ犬、無理すんなよ。うん、わかった。